いやー、秋冬に使えるような上品なコートを一着欲しいんだけどな。だけどもステンカラコートだとかチェスターコートみたいなベーシックなものは着たことがあるから、ちょっと変化球のあるデザインのものが着たいんだよな。しかも贅沢を言えば秋も着れて冬も着れて春ぐらいまで着れるといいんだけども、なんかそんな便利なコートってないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、僕のブランドソーのですね、新作のコートが発売になりましたので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まさに僕が今着ているこちらのコートなんですが、先ほどもお伝えした通りですね、ステンカラーコートだとかチェスターコートというのはすでにお持ちの方が多いかなと思うんですね。なのでそういったドベーシックなものではなくて、少し変化球のあるようなデザインをですね、今回のコートでは実現をしてみました。まず襟元を見ていただきたいんですが、結構大胆に太めの襟型をですね採用しています。このあたりはステンカラーというよりはチェスターコートのような見え方になっているんですが、かなり太めの襟型になっていまして、ボタンもですね、こう正面につけるような感じではなくて、少しずらした形でこの辺り止めることができるんですね。で、軽いダブルみたいな見た目になっているんですが、割とカジュアルに落とし込みやすいようなミニマルなデザインを意識してこちらのコートを作りました。実はこちらのコートの原型になっているのは、少し前に流行った耐力圏コートなんですね。耐力圏コートというと、やっぱりこのようなダブルになっていまして、今こちらのコートではボタンになっている部分をですね、紐で止めるような仕様になっているんですが、よりですね、一般的に使いやすいように、ボタンで留めるような形でデザインを改良しました。シルエットに関しては適度にゆとりを持たせており、袖周りはラグランですね、ちょっと丸みが出るようにしていまして、身幅にもゆとりを持たせています。ただあまりにもオーバーサイズにしすぎてしまうと、大人の男性にはちょっと難しくなってしまいますし、最近ではオーバーサイズというところもピークは超えたので、適度なゆとり感というところでちゃんと抑えるようにしているので、一度買えばですね、結構長く使えるようなそういったデザインに落とし込んでいます。で、色合いなんですが、ブラックですとかネイビー、ダークグレーだと結構いろんなブランドでも作っているので、僕はですね、柔らかみのあるベージュで作りたいなと思ったんですね。使っているのはコットンとポリエステルをブレンドした国内の素材になってまして、これが非常によくできてるんですね。ベージュの中でも個人的に好きな色合いというものがあって、今回着てるのがまさにベストなベージュだなと思ってます。コクが深めで少しブラウンライクな色味になっていまして、着るだけで上品な雰囲気が漂うようなベージュになっているので、この色の仕上がりに個人的には結構満足をしています。このようなコートなんですが、本来であれば秋だとか春に使うことが多かったんですが、最近の冬は暖冬なので、冬場にもですね、活用することができるかなと思うんですね。僕は今ですね、シャツの上にさらりと着ているので、秋のスタイリングとして想定しているんですが、あとは内側に着るものを変えていただければ、結構冬にも使っていただけるんじゃないのかなと思います。例えば内側をこのように丸首のニットにしてあげると、さらに温かみは出せますし、首元にボリューム感のあるようなニットなんかでも冬場に合わせていただくのはいいんじゃないのかなと思います。あと個人的にはこのスタイリングですね、内側に短丈系のアウターを合わせるという着こなしがかなり使い勝手がいいかなと思います。例えば G ジャンだとかデニムのカバーオールですね、この上にこちらのですね、コートを着ていただければ、重ね着としては見え方非常にバランスがいいですし、コートを脱いでも着こなしが完成するので、結構冬場でもこのレイヤードであればこちらのコートがガンガン活躍してくれるんじゃないのかなと思っています。ベージュのコートというのは結構使いやすくて、今着てるようなインディゴブルー系でもいいし、オフホワイトだとかグレーとかでも相性がいいので、結構使い勝手はいいかなと思います。ボトムスに関してはブラックですとかダークグレー、このあたりが相性がいいので、いつも僕がご紹介しているのはボトムスで合わせていただければ着こなしは完成してしまいます。もちろん秋冬だけではなくて、春にもですね、使いやすいような柔らかいベージュになっていますので、春先であれば爽やかなストライプのシャツだとかブルーシャツで合わせていただくのも非常にバランスがいいんじゃないのかなと思っています。内側には高級感のあるキュプラを使っているので、袖通しもいいですし、脱いだ時にもですね、上品な見え方になってくれるかなと思います。ありそうでなかったデザインということで、個人的にもですね、すごく満足度が高いコートだなと思ってまして、ステンカラコートやチェスターコートに飽きてちょっと違ったデザインのものを持ちたい、だけどもやりすぎ感がなくて長く着たいという方には満足していただけるような一着になってるかなと思います。今回も素材に関しては国産のものを使用して、縫製に関しても国内のですね、アウター専門のですね、工場で作っていますので、非常に仕上がりのいい一着になってるかなと思います。このようなコートというのは大きなトレンドの流れがあるというわけではなくて、一度買ったら長く使えるようなものなので、しっかりとしたものを買って長く使いたいという方には使
使い勝手のいい一着かなと思います。まあ、素材感だとか、あとは縫製のですねクオリティで言うと、セレクトショップのオリジナルというよりはドメスティックブランドに近いような背景で作っているんですが、価格帯に関してはなるべく抑えめにしていまして、セレクトショップのオリジナルと同等ぐらいにしてあるので、かなりコストパフォーマンスの面でも優れた一着になっているかなと思うので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただければなと思っています。ちなみにこちらの商品なんですが、受注生産という形ではなくて、すでに在庫がありますので、ご注文いただいた方には 2,3 日以内にお届けできるかなと思うので、ぜひこの機会にですねチェックをしていただければなと思っています。まあ、これからもですね僕のブランドそうではベーシックを軸足しながらも、適度にトレンド感漂うような上質なアイテムをですねしっかりと皆さんにお届けをしていきたいなと思っています。まあ、海外の工場で作った方が安く抑えられますし、利益率も上がるんですが、まあ、あえてですね国産にこだわって、素材感にもこだわりながら大人の男性に楽しんでもらえるようなアイテムを作ってますので、これからもですね僕のブランドそう楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。